子供ってやつは親にからサービスされることばっかり来てるのは子供なんです。ところがもう、女子大生ぐらいになったらもう反対に親をサービスしなきゃいけないんでね。だからお母さんの手伝いをするなり助けるなりね、何でもサービスするって気になりなさい。そしたらお母さんも喜んであなたに笑顔を見せるに決まってるんだ。それと同じように学校へ行ってもあらゆる人に出会う人みんな我が生命の分身だと思ってそのサービスする。何にも私にできることがなかったらせめてその笑顔だけでもサービスしなさい。くれぐれもその人の心に毒素ぶっかけるような顔しちゃいけないってこの間そう言ったんですね。そしたらその女子大生も、まあ納得するようなしたような顔して帰ってきたけど、昨日の手紙来て、おかげさんと大変こう心明るくなりましたっていうようなことを言ってきたから、まあよかったんじゃない。そのところがもう一つだ。私はねもう一つそれに連関してねのもお話ししたいのは、私この頃南無阿弥陀仏っていうのね、これ年取ってくると座禅が億劫になってきたからねそれで晩年にはその南無阿弥陀仏っていうんで行こうと思う。南無阿弥陀仏っていうのは非常に温めてるんですよ。そしてこの間南無阿弥陀仏っていうね、また例によっての詩みたいなものを書いたんだね。これがなかなかその詩としてはダメだけどなかなか面白いと思う。ちょっとご参考までにね書きますよ。南無阿弥陀仏、阿弥陀とは無量の義、どっちへどう転んでも我が命のこと。南無とは奇妙の義、我が命に帰ること。思っても思わなくても信じても信じなくても我が命である。絶対事実の引力に惹かれてどっちへどう転んでもいつも今ここ南無阿弥陀で働かせていただく。これを仏という。仏とは大人の義と言います。あれですね、阿弥陀っていうのね、無量の義、これはまあ阿弥陀さんのことは阿弥陀っていうのは梵語でもってそれを訳すと無量っていう。だから真宗のお仏壇に行くと無量寿、南無無量寿如来、南無無量光如来って無下光如来って書いてあるでしょ。その無量っていう、この無量っていうのは大きさじゃないんだ。そうじゃない、どっちへどう転んでもっていうのは、私がねどっちへどう転んでもっていう、これがもう無料だ。でどっちにどう転んでも自己切れの事故、我が命だってこと。それから南無とは奇妙の義、奇妙ってのは命に変えるって言うんだよ。我が命に変えることだ。それでですね、結局思っても思わなくてもどっちにどう転んでもって言うんだから、思っても思わなくても信じても信じなくても我が命である。さっき言ったね、私の生命体験を通して一切のものはあるんです。
私は一切のものを生命体験することにおいて生きているんだしとね、こういうこの、どっちどころでも思っても思わなくても信じても信じなくても我が命である絶対事実、これが結構引力持って引いてるんだ、それがただ気がつかないだけっていうね、この事実地球上の引力でもこれあれもうちゃんと思っても思わなくてもこの地球の引力引いてるんでしょ、それでもこうやって飛び上がることもできるんだ。 それで今私はそのただそのどっちで転んでもそういう命の在り方、そういう絶対事実の引力に惹かれてる。そして、どっちへどう転んでもいつも今ここだ、このどう転んだらってね、試験に合格したらっていう、ような話じゃないんだ。合格しようがしまいが、とにかくいつも今ここ、南無阿弥陀で、この今の南無と阿弥陀っていうのは無量の義でしょ、南無とは命に帰ることだ、この命に帰るっていう気持ちで働かせていただく、これを仏という、この仏ってこの仏じゃないんだ、叩くんだこの仏の仏だ。で漢字で書くと何かまたこの異様な錯覚をするといけないからで仏とは大人の義、これは八大人学でここでお話しした、諸仏は大人ないってね、これが仏さんの定義だもん。仏っていうのはね、仏っていうと縁起ある縁起しようまけっていうそんなんじゃないんだ。仏とは大人の義、本当の意味の大人なんだ。今この南無阿弥陀仏ってね、口で唱えるだけじゃない、体でもって南無阿弥陀仏言わなきゃ、日々の生活において南無阿弥陀仏でなきゃ、これ合格不合格残っちゃない。不合格したってどうせ南無阿弥陀仏だ、阿弥陀さんにねもうの手の中だ。しかしそのもう阿弥陀さんがもうの浄土の中へもうちゃんとこう救い取ってる、その中にいる、生きてるんだ。だからその阿弥陀さんの南無阿弥陀で働くっていう、そういうこの南無阿弥陀仏っていうのを口でも唱え、体をもってしてもこの南無阿弥陀仏を唱えなきゃ。これはまあ今 の本願寺さんのお念仏とはちょっと違うね。これはねその、これあえて言うなら道元禅師の首相一如、正常の主としてのお念仏だ。この道元禅師の正常の主、首相一如の目を持って今な南無阿弥陀仏っていうことをまあこう書いてみたんだね。これ私詩としては詩にはなっていないけれど、しかしこれこの文句はなかなか気に入ったんでそれでそのあえて紹介させていただいた、ね、まあ皆さんもちょっと書いておいてそれをゆっくりその味わっていただいたらいいと思う。で結局ね具体的実際的に言ってですね、仏法としての修善奉行っていうのはまあこういう態度で働くってことじゃないですか。一応かね、他との兼ね合いなし、ただ自己身の自己として出会うところのものに出会ったらものとの出会いにおいてもこれそういう自己の生命の続きな分身なんだからね、そういうつもりで大事にする。だから出会うこと事柄ね、あらゆる事件をどう処理していくかって、そういうのもそういう態度だから、あらゆる人との出会いでもそうだ、人
それでそれがみんな出会うところのものはみんな我が命の内容だもんね。でこの命を大事大切に働く、これが今言う左伝の小刀陰文字だ。だから今座禅するっていう時はだから生き生きまっすぐ座禅しようっていうつもりで気持ちで座禅しなきゃ何もならない。座禅が今座禅の時は座禅が自己の命の生命だからね。だから眠くなってから寝ちゃったっていうのはそれなら、居眠りしてんで座禅になってない。でまた実際生活においちゃあらゆるものをいつも叱んですよね。道元禅師の叱んっていうのはそうだ、ひたすらね。叱んと出会う。だからこういう左禅の小刀陰文字って言ったらね、その無量無変の阿弥陀さんがご来合してくる、来合っていうね、阿弥陀さんがそーっとこう来合してくるんだよね。これは間違いないんだ。自鉄よりも側室なんだ、ヴィランプーよりも強気なんだ。だから天蔵教訓にはね、苦毒海中一滴もまた譲ることなかれ、前後戦場一陣もまた積むべきものかっていう言葉はね、この苦毒の海の中でその一滴でもその逃しちゃいけない。それから前後の山を積む、これ一陣でもその積む気持ちを持たなきゃいけないって言われてるね。でこの一陣一滴の奉行のところ、これ三世諸仏厳然だ。だからまた天蔵教訓にはね、一教祭を念じて、一教祭って一本のナッパ、天蔵がね一本のナッパの料理するとき、この一教祭を念じて上六神となして、上六神っていうのは一条六尺っていうのが仏さんのこの寸法だったらしい、お釈迦さんのね。それで上六神となしというのは一本のナッパーを取り扱い方でその仏さんが厳然するような取り扱い方をしなきゃいけないけど、ね、で上六神を生じて一教祭となる、仏さんをお迎えしてこの一本のナッパー、そういうナッパ一本の取り扱い方があるべきだし、そういうナッパ一本の取り扱いを狙ってやらなきゃならない、こういうのが天蔵の精神だ。天蔵っていうのはご飯台所をつく用意する役ですがね。でも私もだから二十何年その天蔵やってきたけど、そういうところを一生懸命狙ってきた。で合格ってことはないですよ、どうせ合格不合格の話じゃないです。あこれはここまで天蔵がやったら合格ってね、そういうんならもうこれは技術の話になる。そうじゃない、合格不合格じゃない、ただそれを狙ってるって、これは深さの話。大体私が転造した時なんかでも一番初めご飯炊けって言うと七色炊きよりも炊けなかったんだからね。ご飯一生懸命炊いてんだけれど、その一つのお釜の中で下は真っ黒に焦げて、そしてその他こう周りは焦げて、で中は根っこ飯、上の方はおかゆですかね。一つの釜でよくこれだけ炊き分けたもんだってみんなが感心してたけどね、私が炊くと何遍炊いてもそうなの。これね困ったね。おいでまあそこから始めたんだ、飯炊きをね。それでもとにかく一生懸命やろうっていうね、
気持ちでやってるっていう、その時にそれこそ、一教祭を念じて上六心となし、上六心を生じて一教祭となすってね、これ天蔵教訓の読みながらやってんだから一生懸命ですよね。だから天蔵教訓にね、物来たりて真にあり、真来して物にあらしめ、一等に他と正言弁道すって言葉があるけどね、物に出会った物が心になり、心が物になり、そして一くひっくるみになって、そして やるんです。これが士官の態度ですね。くれぐれも言うように、このあれですね、合格不合格の話じゃないんですよ。合格不合格の話なら、それは料理人の方が前に決まってんだ。そうじゃない、今修行者としてはとにかく物と心と一つになって、そして仏さんが出現するようなところを狙いながらやることだね。でこれがね、だから士官弁道のところに三世諸仏厳然というこのところがある。阿弥陀さんがこう事実ご来合してくるところがある、そういう働きしたいと。でそれを万全は 無償なりといえども、左前のところに経営すること、自立よりも側室なり、その力美南風よりも強きなり、千が第一、大地千が大世界、国土合造上なお善の経営を経営すること、あたわざるないと、こういうことね。それからその次、しかあるに世界によりて善と任ずること同じからざる通りで、そこで切ってください。同じ任徳を善とせるがゆえに、三世諸仏説法の儀式のごとし、そこで切ってください。同じというは来世説法、ただ時なり寿命診療、また時に一人知ったれるがゆえに、説無分別法なり、しかあればすなわち信仰の木の善と工業の木の善とはるかに異なり、別法にあらざるがごとし、例えば正門の理解は菩薩の破壊になるがごとし、まあ、そこまでなん読んで、この文章はね、ちょっと文章が切り具合、続き具合、ちょっと私には分かりかねるもんね。ほいで、その国文学者で正法眼蔵のこう、たくさん注釈書いて、本当にまた深い注釈書いている水野八百子さんという先生ね、あの人に手紙出して問い合わせたんだ。そして問い合わせて、まあ教えてもらって、それからまたこう考えて愛してみたんだけど、結局ね、この文章の続き具合、同じ忍徳をって言ってね、同じからざる道理を同じって言ってこう言うと分かんなくなっちゃうんで、同じからざる道理同じで、ここではっきり切って、で同じ忍徳をっていう、その次の同じっていうのがあるね。それを後の同じっていう、その文章を前の方へ当てはめてくると大体わかるような気がする。しかしそれ以前にちょっとそのお話全体の話、読み方の前に、その軸の注釈だけ、わけだけまず言っておくと、三世諸仏説法の儀式のごとしっていうのはね、これは法華経にね、
三世小仏説法の儀式のごとく我今また書く如是書くのごとく無分別法を説く、そういう言葉がそれで、まあ、三世諸仏説法の儀式のごとしっていうのと、後の方に出てくる説無分別法ないと、こういうその二つの言葉が、これは両方離れてるけど法華経の言葉です。その意味はね、大体諸仏っていうのはね、出世して浄土をした、浄土するのに説法、説法もそれから寿命も、身長も国土も上映もこう仏さんというのはたくさんいるわけなんだけど、みんな違ってるっていう。それは例えばですね、寿命っていうんでもお釈迦さんは80年、それから足首仏はどれだけ、阿弥陀さんは 無量寿か、何しろみんなその、寿命の長さが違うんですね。それから診療っていうの、これもお釈迦さんの場合は一条六尺だけど、そのもっと何十余順っていうね、大きな仏さんもあるわけだしね、いろいろその仏さんの大きさも違うっていう。それから国土も、この世界みたいなその汚れた世界もあり、またとても綺麗な浄土もある、そういうふうにみんな違うっていう。それはその仏さんが違うんじゃなくて、修行に応じて、修行にこう同じくして、それに応じてですね、それでそういういろいろのこうあり方が出てくるんだ。それが大仏の儀式だ、こういう。それからそれが、まあ、三世諸仏説法の儀式のごとしの意味だ。で、寿命診療また時に一人に浸れるっていうのは、そういうことですね。で、結局説無分別法ないっていうの、これはその結局仏さんが説くのは、その今私の言う生命の実物、生命切りの生命を説くんで、実物を説いてるんで、決してその分別の法じゃないと。これが無分別法で、しかあれば、すなわち信仰の木、法行の木っていうの、木っていうのはね、気発の木で、発動する可能性ですね、発動すべき可能性。それで教母教えによってどれほどのそのあれが、その発動してくるか、要するに修行の神器、この修行の神器ですね、これを切っていうんですね。真宗でも気法一体っていうけれど、木っていうね、その木です。で、信仰の木と法行の木っていう、信仰っていうのはね、他の教えを信じて行ずる、それが信仰の木だ。が、法行の木っていうのは自ら私有して法のごとく行ずるっていうの、これが法行の木で、それからはるかに異なり、別法にあらざるがごとし、例えば正門の次回は菩薩の破壊なるがごとし。これは正門というのはね、煩悩をやめるっていうね、それだけ断滅するっていうことだけやってるのが正門ですね、お釈迦さんのでした。ところが菩薩っていうのは、その本当の生命を生きようっていう、大乗の菩薩、
正常の正門と大乗の菩薩とではね、同じ戒律でも違うというのは、例えばね、インドなんかこう歩いていくと川がところどころにあって橋がかかっていないとこ多いでしょ。そういう時に流れの速い川、女の人がこう渡ってくる。そしてその正門の盆さんがだね、それをこう同じように渡ってくる。ところが女の人があれ助けてってね、その流れに足すくわれて、そして流されたとするね。それ正門の人が、正門の盆さんがだね、それをあ大変って言って助けたら、これはね破壊なんだ、この女人の体に触ったって、それでの破壊なんです。これはそういう場合でも女人の体に触れちゃいけないというの、それが自戒だね、戒律保ったこと。ところが大乗にしてみたら、大乗の菩薩にしてみたら、そういう場合女の人を助けてやるのが自戒だ。それでそれを 見逃しちゃったら、これは破壊だ。それその点違うね。でまあそういう一つの字の意味は大体そういうことで、さてこの今の文章の続き具合ですね。文章の続き具合として、だから同じと同じというは大世説法ただ解きないで、ここから以後の同じの、それから以後の文章を前の同じ忍徳を善とせるがゆえにて、そこにこう当てはめて、まあ、読んでみると、だいたいこういう意味になると思うね。ここのところは善ということについて、世界によって善と認めることが同じでないという、実際はこの道理っていうのはね、水野八百子さんからのあれでは、実際はって訳すのが道元禅師の場合非常に多い、当たってるって。だから 善について世界によって善を認めることが同じでないという実際はだ。三世諸仏説法の儀式なようなものである。で、三世説法諸仏説法の儀式は大体が無分別法を説いているのだけれど、その大世説法はその時その時であって、寿命診療も時に応じているということね。それで同じ無分別の法も信仰の木と工業の木とでは受け取り方が違うわけだが、それは木の理論によるのであって、無分別法そのものには違いはないと。で、それで、まあ、前のあれですね、同じに返ってそのようにこの世界によって善と認ずることが同じでないのは、同じ無分別法を聞きながらそれぞれの忍徳を善とするからである。こう、まあ、私、まあ、苦心して読んだのは、まあ、そういう意味だ。だから例えば自戒ということも正門と菩薩とでは違うようなものであるということですね。まあ大体のこの文章の意味はそういうこと。そしてそれからの話ですね。修善これ因縁生因縁滅にあらず。修善は諸法ないというとも、諸法は修善にあらず。因縁と消滅と修善と同じく、図心あれば微心ありと。この
主前これ因縁生因縁滅にあらず、これは前のところにはね、このテキストの4枚目のね、初めから 1,2,3,4 4枚目の裏のところにありますね。その3行目の下から、諸悪は因縁生にあらず、ただ幕さなるのみない。諸悪は因縁滅にあらず、ただ幕さなるのみない。要するにこれ諸悪も因縁生因縁滅じゃない。それと同じようにその主善もこれ因縁生因縁滅にあらずな。の普通は何かいいことっていうのは、ね、の私のその今言った私の生命体験の外側にコロッとあって、そして因縁によってそういういいこと、因縁によってそういう悪いことがね生じてきて、あるいは因縁によっていいこと悪いことが滅していくと、こう普通はみんな思ってんだね。ところがそういうもんじゃない。これが道元禅師の一番言いたいところだね。でそれはどういうことかっていうのね、このちょうどね昨日ねこういう手紙を受け取ったんです。この今度のね戦争の戦中戦後ね稼ぎまくったね社長の腹心の部下として働いてきた人がね、いわば賛芸的な手紙を私に起こしたんだ。それでそれ見てってこの話見て、私もあこういう人がいるもんかなと思ったんだけどね、それはねその社長っていうのはねよっぽど目端の聞いた人だったんだね。昭和16、7年戦争の始まった頃ね、まず真珠湾攻撃ってシンガポール攻略って言って、まあ、戦勝で沸き立っていた頃だ。その時にねその海軍 の, 士官ってお偉方にこうちゃんと手づるつけて、こうして得体の知れない女の人をたくさん引き連れてねシンガポールに渡った。こうしてねそのシンガポールで火星ホテルっていうのは、その火星ホテルの経営権をその所有者から取り上げちゃって、そして陸海軍の軍人相手のなんていうの、高級慰安所っていうのを開いた。それでその稼ぎそれで稼ぎまくった。あれからね対面鉄道っていうのタイとビルマの間の鉄道をね敷設っていうの、それにも手出してそれでも随分働いたらしいんだけど、ところが一旦こう戦争の調子が悪くなったって言ったらパッとそれやめて日本へ引き上げてきて、そして東京の丸ビルの8階ね、これ東京駅の前に、まあ、東京のビルとしては一番古くて一番高いビルですよね。その丸ビルの8階にね事務所借りて、そして今度は陸軍の参謀本部のね必需品の買い付けに回って、ところがそれが結局あれですね、焼け残ったもうその頃もボンボン爆弾を落とされてるでしょ、そういうところに飛んでって、その、要するに 闇でこうたくさん溜め込んでるやつ、それをみんな買い取ってきちゃって、それでもうガソリンのない頃にガソリン自動車を縦横に走らせてね
走らせて、そしてそういうのを集めてきて三本本舗へ売り込んで、これまたボンボン儲けたらしいと。そしてこの、手紙をくれた人はね、その時その自分はね、もうだから戦争末期だ、戦争末期で何にも物がない頃に、自分はその社長の本宅が京都にあって、それから東京に妾のうちが 2軒ある、商宅、京都の本宅と商宅2軒にその日用品をこう回す仕事はに当たらせられた。それでずっとやってきた。そしてそんなことでですね、8月15日の終戦、敗戦の時ね、その社長の財資産はね、今の金に換算すれば、まあ何十億円ぐらいあったっ。ところがその何十億っていう金をだ、今度戦後はそれをフルにまた回転させてね、闇屋のその大ボスになったってね、それこそ闇物資っていうのを買い集めて、そしてまた高く売って、ただ売買するだけでもってね、ボンボンその札束が入ってきた。そしてもうその事務所は札束だらけだった。でその忙しい時はそういう札束を足毛にしながらその仕事をしたって言って、それでね、とにかくその頃は東京はまず敗戦でしょ、で焼け野原だ、それから全く焼け出されて親やなんかいなくなった身寄りのない不老児がうようよさ、ハラスかしていた時代だ。それで疲れ果てた今度戦争復員軍人がね帰ってきた、それから右往左往する大衆だ、まあそういう社会、混乱した社会だったわけだね。それをマルビルは進駐軍がこういずれみんなこうボンボンビル倒しちゃったら進駐した時に住むところないからね、そういうのはちゃんとアメリカに残してあったもんね。だからマルビルは安全だ。そしてそのマルビルの8階からそういう混乱したもうてんやわんやのあれを東京の焼け野原見ながら、こっちはもう悠々とタバコくぐらして、そして進駐軍のタバコくぐらしてね、そして札束の中に埋まってたっていうそれでその話まだ手紙に長々と続くんだけど、そこはすっ飛んでたそれから、20年だ。今から5年前にその社長はね、とうとう霊落して、霊落した挙句に胃がんになってね、もう死ぬっていうんで、まあその人もすっ飛んでった。そしたらその子供のようにちっちゃな顔になっちゃってね、俺もとうとう年貢の納め時が来たってその細い声でね、か細い声で その一言残してね、そして世に消えてっちゃったってそう書いてあった。それでね、その昨日その手紙を見て、そしてまた例のごとく散歩に出たわけ。ところがこの頃日が暮れるのが早いからね、私の場合大概夜になっちゃう。で真っ暗い中宇治川辺り一人で歩いてるわけですね。
ほんとね、昨日は、宇治川べりの流すがある。その流すのね、向こう側にね、その、観月橋のね、あの料理屋からね、あの三十石船っていうかね、あんなような船にその宴会の客乗せてね、そしてこう、私の散歩する宇治川べりのその流すの向こう側のところへこう泊まってね、そしてあのどんちゃん騒ぎしてるんですよ。まあ時々そんな時がある。昨日もそう。そしてあの暗い中でね、その、そのあれは見えないんだけれどね、その歌が秋風に乗って流れてくる。その歌がね、ちょうどその勝ってくるぞと勇ましくの歌なの。そしてその風に乗って時々こう流れてくるんだけれど、ちょうど私があれしてる時に、東洋平和のためならばなんで命が惜しかろうっていうのがこうそれがね、あの姿は見えないけれどババア芸者のみんながあの歌ってんだけど、ババア芸者が三味線弾いてその歌ってる声がまだまだとこう秋風に乗って流れていた。これ妙な気分がしたね。何しろあの戦争中、このみんな学徒動員ってのを拠点、かしこくも天皇陛下の御ために休めそして天皇陛下の御ため、それから東洋平和のために働くんだって言って、これもうみんなその本当に最高善のために働くつもりで若い人出てってんの。それでまあなあね、そんなに、あの俺はその戦争のために働く気はなかったっていうようなのだけは生き残って帰ってきたからね、今の時代。真面目になって、大真面目になって、その天皇陛下のため、あの東洋平和のためっていうつもりで行ったやつはみんな戦死しちゃってんだ。そういうところがその陰でもってこうやって大儲けしてる、ボロ儲けしてるやつもいるんだ。何も児玉芳雄さん一人に限らないってことだ。そしてそのしかもそれもあの大儲けして、でちょっと敗戦になったら今度は闇でもって大儲けするっていうね、これは絶対に国のためにやった人間じゃないんだ。そしてただ私利私欲だけでやってる。そしてそういうこう妙なって思ってるところへまた夜散歩してて、その秋風によってさ酒のその席で東洋平和のためならばっていうのはね、それ歌っているババア芸者のかあれが三味線とともに流れてくるっていうのね、本当に妙なこと。ちょうどこれ今のあの諸悪魔草の巻読んで いる時でしょ。それでね、その結局の話、何がいいんだか悪いんだか分かんねえなって思ったね。これいいってことがコロッと決まって向こう側にあるんじゃないんだわ。いや、この大体今の社長にしても応じかけでもってその悪いことをするっていう、こういう手は今これいつの時代でもいるんだね。今だってもちろんいるし昔もいるんだと思う。例えば戦国時代ね、その京都の 町なんかもその戦乱で何十年ってやってたんでしょ。そういう中でまた儲けてるやつもいたに違いない。そしてまたそういうんで戦死してるやつもいるに違いない。そしてところがそういうね、悪いこと応じかけで悪いことをするっていうのも、うん、一
人のためなんて全く考えたことない。俺がむさぼりゃいいってね、悪いことしても勝てば勘ぐ、悪いことしどくっていうかね、むさぼりがちって、このむさぼりがちってやつがいるんだよ。でこういうむさぼりがちのやつはね、どうせ死ぬ時にはとうとう結局はどんなこう最後この手紙のね社長なんか、その途中で零落したっていうから、だからこういわばなし崩しにこう落ちてってるわね。だけど最後の最後までむさぼりがちっていうやつもいるに違いない。そういうやつが死ぬって言ったら、これもう最後のこう、それこそいつも言うように高いところに登ってる登ってるほど一気にバーンと落ちるんだから、これは打撃が大きいと思う。しかしそういうやつはちょっとついに俺も年貢の納め時が来たって、そういう割り切ったところがあるらしいね。割り切っていても落ちる衝撃は大きいと思う。ところが大概の人はそういうボスについて、働いている善人はだ、善人どもは悪いことしながら、しかしあんまり悪いことも地獄へ落っこちんのも困るからって思って、こうそれ自身無双通りたくはあるし、地獄へ落っこちたくないし、そこで自己矛盾しながらいつも悩み持って生きてんじゃないですか、結局ね。まあ大多数の人で、まあそういう風でですね、因果応報っていうのはもう間違いない。しかしながら根本的に言ったらば、生命の実物として言えば、因も果も、それから、その悪因悪果、善因善果というか果報もだ、結局はね、その生きている自己の生命の、自己入りの自己の生命の風景でしかないと思う。結局は何言ったって悪いったって生命の風景、それから因も果も生命の風景、それがね、この後に出てくるの前頭果と因と応と果と応答なりっていうのが出てくるし、善と応答、それから悪と応答という言葉も出てくるね。とにかく全ては生命の風景なんです。で決してですね、善も悪も因縁で生じ、因縁で滅するというような、そのコロッとしたものが私の生命より外側にもね、コロッとしてあるっていうもんじゃないっていうこと、これが今言う修善これ因縁生因縁滅にあらずというのはね、どんなそのいいことをしたやつも、どんな悪いことをしたやつも、死んで焼いてしまったら骨は同じだもん。これはまあ、こいつは大悪人の骨、これは大善人の骨って言ってね、色が違うわけでもないし、重さが違うわけでもないし、同じ肺なんだ。これまあ美人の骨もそうだし、ヘチャの骨もそうだし、どうせね、生きてる間の生命の風景の、そういう風景でしかないんですね。このそういうところが大切なんです。善も悪も早い話、生きてる間のひとときの夢の中の出来事だ。でじゃあ 善も悪もね、夢幻のようなもんなら、悪いことしなきゃ損だ、いいことしちゃバカらしいんだ、そう思うとすりゃ、そういう思いがだ、それこそ因果応報なんだ。
いいですか、そこ大切なんだね。全て善も悪も生きてる間の出来事、そして一つの夢は幻のようなもんだ、死んじゃえば同じなんだ、それから金持ちも貧乏も死んじゃえば同じなんだから、これ全てその、善悪も、家宝もみんなその一つの夢幻のようなもんだ。しかしだからって言ってそれじゃいいことしちゃ損だ、悪いことしなきゃ損だってもし考えるとしたら、そういう考えがその見事因果応報としてね、そういうつもりがこうとんでもない結果が出てくるんですね。それで結局ね、この前も、面山さんの自重三昧の言葉として、面山さんという徳川時代にね、素晴らしい偉い坊さんがいたんです。その面山和尚の自重三昧っていう本がありますがね、その本の中にこの諸悪魔草の修善奉行の話としてね、ただ悪も法要のごとくにて、法要っていうのは阿波や影のごとくにて、資料分別の及ばぬものと照らしてて、こう自分人間の頭じゃ考えられないものと思って、そして嫌うべきようはなきない、自分の頭で判断できないことなんだから、悪いことって言っても嫌ってはいけないっちゅう、嫌うべきようだになし、嫌わなきゃなんないっていう理由もない、言わんや好むべきようはいよいよあるべから、要するに悪いことだっていう影のようなもんだ、そしたら大したことじゃないんだ、で嫌う必要はないけれど、それだけにいよいよ好む必要はない、だから今言った悪いことをしなきゃ損だってね、夢幻なんとしたら悪いことをしなきゃ損だっていうんだったら、そういう思いだけは因果応報を受けますよ。そうじゃない、大切なのはそういうのは夢幻なんだから、悪いことをしなきゃ損だって思わないこと、ただ悪いことをしない、これをマクサとは言わない、面座さんの自由三昧書いた。それから善も夢幻のごとくにして、無限のごとくにして、資料分別の及ばぬものと照らして、好み修すべからず、善知ってもそんなに好んで善はぜひともやらなきゃいけない、そんな気持ちは持たないこと、そして好みだにせず、まして嫌うべきようはなきなり、嫌っちゃいけない、できるだけやれるだけは善はやる、これを奉行とは言わない。面山さんのねこの文句を読むと、面山さんはこのきっとこの消防現象のこの諸悪魔草の巻ね、本当によく読まれて、本当に自分のものにして書かれてると思うんですね。だから今言うのはその諸悪修練、これ因縁生因縁滅にあらずっていうのはね、これ先の諸悪は因縁生にあらず、ただ魔草なるのみなり、諸悪は因縁滅にあらず、ただ魔草のみなり、なるのみなり、結局ね善も悪も必ず因縁消滅して、自己の生命ですね、それより向こう側にその因縁消滅するものとしてある
あるもんだと思ったら大違いだってこと、いうことです。いいですか。これはさっきの時のこの事故っていうのは、この私の生命体験を通して生きてるんですよ。だからあらゆる存在は私の生命体験を通してある。それでだから何から何まで心棒一如ね、この心棒一如っていうのは自己切りの事故だ、この生命切りの生命だ、私の生命切りの生命、これ以外にない。これの善も悪もね、これより外に因縁生、因縁滅してあるもんだと思っちゃいけない。そうじゃない、善も悪もこの中のもの、この中のこの自己切りの自己の中の風景、これを善と悪とってね、この善悪がないわけじゃない。のどうせ私が座禅するっていう限りね、のどっちどう転んでもその私の生命なんだって、じゃあ寝ちまえって、寝ちゃったら座禅にならないっていう、さっきも言ったでしょ、少なくとも座禅するときは座禅を狙って座る。それと同じように自己の生命の、これいつでも自己は一歳分の一歳であると同時に一歳分の一でもある。この一歳分の一はいつも一歳分の一歳を狙ってるっていうの、そういう方向があるんだ。それが生命力っていうもんだ。その生命力に従ってやるっていうのね。で、この一歳分の一としての自分がある限り分別がないわけじゃない。善と悪とっていう分別がないわけじゃない。それさえもないなら植物人間、どうせ刻々に一歳分の一としての私はあれかこれかって言って分別しながら生きてんだからね。で、こうした方がいい、こうした方が悪いっていう分別はないわけ。しかしその外側にいい悪いっていうものがあるんじゃないんだ。そうじゃない、一歳分の一の私は一歳分の一歳をいつも思考してるっていう、それがただ無用なるのみだ。結局ね、だからその修善、これ因縁生因縁滅にあらず。修善は処方ないというとも、だからいろいろいいことっていうのね、この今善悪っていうのはないわけじゃない。それで今修善というのはこの生命の中にの風景としてあるんだからね。だから修善は処方なりというとも、これ生命の風景としてのいろいろだ。しかし処方は修善にあらず、これ生命としてのしていろいろのものはだね、全て善というわけでもない。で、因縁と消滅と修善と同じく図心あれば美心あり、この結局はね、ただここ今この奉行する、これ今言うように自己入りの自己って言っても、その一歳分の一のとしての私はまた一歳分の一歳を方向として生きてるんだからね、その方向、それが奉行、そことの兼ね合い、他との兼ね合いでやるんじゃない。自己切りの自己として、自己切りの自己の方向、これが頂上だ。さっき言ったね、自分が自分になるという、そういうところでただ奉行する。で、このただこう今の
無用のところに因縁も消滅も宿もある、それで修練もある。だからそして要するにどこもどこまでもこの自己切りの自己だ。同じく図心あれば微心ありってね、これ自身の方向なんだから、それが私が言う生命力ってもんだ。本当の生命力、これみんな本当の生命力がそういうもんだと。その生命力に従って、これのだから頭がこう世間との他との兼ね合いだけで浮ついてちゃ、その本当の自己の生命力見失っちゃうんですね。そうじゃない、本当に落ち着いて見てみると自己の生命力は、これは思っても思わなくてもです、信じても信じなくてもみんなちゃんと働いてる。それに従ってただここ今働くっていうのね、それが仏だ。それでこれを仏っていうのは大人の義だ。さっき言ったね、まあそういうところな、まあ今日は時間が来たから困って。